ミスターアパッチ TV、ミスターアパッチ TV をご覧の皆さん、こんにちは、ミスターアパッチです。今日はですね、前橋にある唐揚げ屋さん、その名もなんとじゃじゃーん、アパッチ、アパッチ、アパッチに来てます。俺の芸名と同じ名前のアパッチ。実はですね、このアパッチ唐揚げの爆盛りで有名なんです。そのアパッチ、ちょっと皆さんに紹介したいと思います。早速行ってみましょう。これね、店の雰囲気がね、めちゃくちゃおしゃれなんですよ、ね、男臭くないというか、おしゃれな感じ。まあ、唯一のアパッチっぽさがこれかな。鶏肉でも話してんのかな。これアパッチのね、唐揚げ定食と、そしてタレ唐揚げ定食、焼き魚定食。まあやっぱり僕のおすすめはアパッチの唐揚げ定食、これでしょ。アパッチ定食、ました。唐揚げ定食。すごいしか言えない。アパッチすごい。じゃあいただきますか。ちょっとね、唐揚げの数を数えたいと思います。1個、2個、3個、そして4個、さらに5個。もうね、数えてるだけでね、お腹いっぱいになってくる。6個、やばいよね。しかもあの小鉢に入りきらないという。7個、こんな定食屋さん来たことあります？そして8個、唐揚げの春菜さんや。しかもね、重たい。そしてね、唐揚げ1個の大きさが目は余裕で隠れるし、でかいっす。じゃあ早速いただきます。大根おろしでまず食べていきますね。大根おろしがしっかりしてうまい。これ今日朝ごはんバイキングで、お腹いっぱい食べてきたんで、本当に食べきれるかどうかかなり不安。よくたまにスーパーとかで多いんですけど、衣で唐揚げの量を増やしてるところがあったりするじゃないですか。これ見てください。もう衣が全然少なくて、身がすごい詰まってるんですよ。めちゃくちゃ勝負してます。さすがアパッチ。アパッチ美味しい。やるなアパッチ。これでも本当にでかいんで、なんかローソンとかの唐揚げくん多分3つ分ぐらいあると思いますよ。だから1つの定食で頼んで、なんか家族で来てみんなでシェアをする。本当にね、家族に優しい店。アパッチ家族に優しい。ちなみに俺はすごいマヨラーなんで、マヨネーズたっぷりで食べますね。なんかこの唐辛子にちょっとマヨネーズかけて、たっぷりかけてつけて食べたいな。まだ2個しか食べてないんだけど。朝食？違う、朝ほらバイキング食べたからな。ハーフライスなもんなんですよ。ハーフライスで普通の量だよ。フードファイターの気分も味わえるよね。こうやってね、おいしいよね。衣もパリパリしてて、いやー、急ブレーキですね。唐揚げ4つを抜かして急ブレーキ。ごめんアパッチ。これね、余ったアパッチはね、プラスチックの色なんで持って帰ることもできるんですよ。まあ、意外にね、女性の人も多いんですよ。昼間アパッチ食べて、で夜またアパッチ食べて。いやー、お腹
腹いっぱい。食べきれなかった唐揚げ、こうお持ち帰りで今日の夜食にします。やっぱりアパッチ最高。皆さんもアパッチに会いに来てください。じゃあまたこの